ヒサメさん、そんなに飲んだら。大丈夫、これで4本目。これはまだシディたちと別れる前の話。退職代行をしてほしい。そうなんです、会社がきつくてきつくて。最近退職代行ってよく聞きますね。カレコレ屋に依頼しなくても専門業者はいっぱいあったんじゃないですか。業者には依頼したんですが、担当者が行方不明になってしまって、なんつうか気な臭いな。うちの会社はエナジードリンク国士の営業販売をしていまして、個人や企業に飛び込みで売り込むんです。国士は普通の飲み物なのか。かなり美味しい方ですよ。目もよく覚めるし、物は悪くないです。国士との出会いはそう、新入社員の研修合宿でした。ブラック企業にありがちなやつだ。合宿所で配られたんです。これを飲むだけでマラソンにも徹夜の社訓暗唱にも罵詈雑言にも耐えられた。今でもオフィスで国士が売られていて、1本500円のところをシャワリで250円で買えるんです。そこは無料じゃないんですね。うちの国士はすごいんです。1日1本飲むと眠気が収まり、2本飲むと力がみなぎり、3本飲むと3日3晩眠らずとも働ける、そういう歌い文句です。4本飲むと？さあどうなるんでしょうね。なんで自分で辞めないんだ。退職願いを出そうとはしたんですが、ノルマ未達のくせに何ほざいてやがると言われてしまって。典型的なブラック企業ですね。もう辞める辞めないの話ではなく、今日明日のことしか考えられなくなってしまって、毎日国士を飲んでギリギリで働いているんです。だからお願いします、国士を毎月2箱契約してください。結局販売かよ。1箱でもいいですから、買ってもらえないとまた上司に詰められてしまいます。俺たちに売り込むほど切羽詰まってるってわけか。まあ仕方ねえな。これが依頼人さんの働く会社ですか。会社の様子は影千代とヒサメが調査をしてくれている。俺たちは依頼人が辞めさせてもらえるように直接頼んでみよう。なんかドキドキしますね。いらっしゃいませ、どちら様でしょうか。シディだ。はあ、ご用件は。ここの社員を退職させてほしくて来た。ちょっとシディさん、直接的すぎますって。私たちは退職代行です。人事の方に通してもらえませんか。そういったことはできかねます。あですよね。なぜなら国士を売るということを嫌がる社員などいるはずありませんから。え、国士は素晴らしい商品です。飲めば飲むほど幸せになる。あなた方も国士飲んだ方がいいですよ。この人ちょっと変です。帰りましょう、シディさん。ああ。怒鳴られたりはしませんでしたが、なんか逆に気持ち悪かったですね。タクシー無料でお配りしてます。ん？持って帰って飲んでみてくださいね。それでもらってきたというわけか。なんか国士信者みたいな人ばかりでぐったり疲れました。会社の調査の方はどうだ。それがあんまり進展がなくて、国士は本来は長距離ドライバー向けに開発されたらしいんだけど、ブラック企業の社員や学生に受けて一般販売されるようになったんだって。売り込み方は強引だが、今のところ違法性はないみたいだ。会社はかなりブラックなはずなんだが、証拠が見つからねえ。国士も社員が勝手に買って飲んでいるだけという体裁だ。調査の続きは明日に持ち越しだね。ふぅ、飲み物飲み物ってなんもねえな。あ、まあこれでもいいか。お、意外とうまいじゃん。程よく酸っぱくてごくごく飲めるぜ。こりゃハマる奴らの気持ちも。翌朝。おはよう、今日も調査の続きよって、影何してるの。依頼人のブラック企業を夜通し見張っていた。夜中まで電気がついていて写真もバッチリだ。夜通しって？証拠集めに徹することにしたんだよ。 SNS でも社員らしき鍵アカウントを3件特定した。やっぱりこの会社不正にタイムカードを切らせてるぞ。なんかやる気がすごいね。もっと証拠を集めて企業ごと叩いてやる。あ、そうだ、ヒサ、国士を買ってきてくれねえか。あれ飲んでからなんか調子が良くてさ、箱で注文したんだけど届くの明日みたいだから。いいけど。最近の影千代、なんかおかしくないですか。だよね、毎日国士ばかりで1日3本は飲んでるよ。
体に悪いって言っても俺はちゃんと計算して生活サイクルに組み込んで飲んでいるから大丈夫みたいなこと言うし。そうだ、国士を箱ごと隠してみたらどうですか。あ、それいいかも。国士はどこだ。国士、俺の国士。もっと飲みたい。全然足りない。4本目。翌日。影、どこ行ったの。ヒサメ、こっちにはいなかった。こっちもです。至る所を探してみたんですけど。本当、どこ行っちゃったの。あの、聞き込みをしていたら変な噂を聞いたんですが、国士を1日に4本以上飲んだ人たちが次々と行方をくらましているって。そういえば机に国士の空き缶が4本あった。あれを飲めば何かわかるかも。結構美味しいかも。これもおそらく国士の洗脳効果なのかな。ヒサメさん、そんなに飲んだら。大丈夫、これで。4本目見えた。やっぱり4本以上飲んだ人にしか見えないトラップがあるんだ。働けまぬけども、そろそろ国士を与える時間でやんすか。こいつら3時間に1本国士を飲ませるだけで無限に働いちゃっていい商売でやんすね。うん、ここで製造している国士には働きあり由来の成分が入っている。飲んだ人間は労働が苦でなくなり依存状態になる効果がある。さらに4本以上飲めば道しるべが見えるようになる。ありがたい液で行列を作る仕組みを応用したものだ。ここに集めた労働者どもを工場で働かせたり、ムラック企業に売り飛ばす。俺たちはガッポガッポでよし。悪事はそこまでだよ。影を返して。誰だ。なぜここがわかった。あの女、もしかしてわざと国士を4本飲んでここを見つけたでよすか。おい労働者ども、国士をもっと飲みたければあの3人を攻撃しろ。国士、もっと。こんな簡単にやられただと。だがお前も4本飲んだはず。なぜ依存症にならない。一度国士を飲んで人生が幸せになったら依存症から抜け出せないはずでやんす。別に私こんなの飲まなくても十分幸せだったし。オーバーキルですよ、ヒサメさん。ずいぶんと言ってくれるじゃねえか。そうだ、お前みたいな人間は結局一生何かに依存する人生なんだ。あんな充実してそうなやつが憎いだろう。やっちまえ。ああそうだ、俺はクズで依存体質だよ。だがこんなもんに依存して幸せを感じるほどバカじゃねえ。はあ、えらく酷使してくれたじゃねえか。お前ら全員とっちめてやる。なんとかなってよかった。肝が冷えましたよ。あのアリの異虫人たちも警察に捕まったしな。依頼人の会社も潰れそうってニュースだし、依頼は達成ってとこか。それよりさ、コクシー飲んだんだろ。なんともないのか。うん、結構平気かも。すげえな、俺はすでに飲みたくてたまんねえよ。数日我慢すれば依存も治るみたい。少しの辛抱だね。ああつれー。国士どこ。もっと飲まなきゃ。もっと、もっと。テイペンウォーズにカレコレアが登場。ペンギンたちと協力してヒサメを助け出してくれ。画面右上のアイコンをタップしてイベントに参加。暴走した私をペンギンさんたちと一緒に助け出して。私に挑戦したらアイテムが回収できるよ。回収したアイテムを使ってカレコレアたちを仲間にしよう。仲間にした後は私たちを強化できるみたい。今ならヒサメを有利に助けられるアイテムがもらえるぞ。みんなの力でヒサメを助け出してくれ。まずは概要欄からダウンロードしてね。